Guten Tag! 今日はドイツでお買い物をするときに使える簡単なフレーズをいくつか紹介したいと思います。まずは一番簡単な表現方法です。例えばパン屋さんで、もう指をさしてこれくださいっていうときに使える言葉です。Das bitte です。Das は英語の this。で、bitte は please になるので this one please。と言っているのと同じ意味になります。例えばレストランのメニューで、これをくださいというふうにもう指をさして言うときには Das bitte というふうに言うと伝わります。で、今の言った方法でももちろん通じるんですけれども、もう少し丁寧に、ちゃんとした言い方で伝えたいなというときには、一つの何々とか、一本の何々というふうに、もう少しこう言葉を付け加えることで丁寧に言うことができます。例えば、コーヒーを一杯くださいと言いたいときには、eine Tasse Kaffee bitte と言います。Tasse は、コーヒーカップのことなので、コーヒー一杯くださいというので、eine Tasse Kaffee bitte です。誰か友達といてコーヒーを2杯頼みたいときは2杯足すカフェビテというふうに言えば伝わります。ビールの場合はグラスビールか瓶ビールがあるので、グラスビールの場合は Ein Glas Bier と言います。ビールグラス1杯ですね。 Ein Glas Bier bitte。 2杯頼みたいときは2杯グラスビール bitte です。瓶ビールの場合は瓶はフラッシュというので、eine Flasche Bier ですとか、zwei Flasche Bier というふうに言います。また、コーヒーやビールの場合は、レストランによっては、大きいサイズと小さいサイズというふうにこうサイズ分けされていることがあります。大きいというのはドイツ語で groß、小さいは klein というので、それをこう、カフェとかビアの前に入れれば、表現が成立するんですけれども、例えば、einen kleinen Kaffee bitte ですとか、einen großen Kaffee bitte というと、小さい方のコーヒー、大きい方のコーヒーというふうになります。ビールの場合は、ein großes Bier bitte、ein kleines Bier bitte というと、大きいビール、小さいビールというふうに使い分けすることができます。また、例えば、ケーキを一切れくださいですとか、チーズ屋さんでチーズを、このチーズ一つくださいっていうときに使えるのが、シュトゥクという表現です。ケーキ一切れは、ein Stück Kuchen。シュトゥクは、英語で言うとピースみたいな感じで、まあ、何か一つの個体を表す表現になっています。なので、ケーキ一切れは、ein Stück Kuchen。ein Stück Kuchen。ケーゼ、チーズ一つは、ein Stück Käse になります。また、einmal という表現もとても使いやすいです。einmal というのは、一人前というふうにこう訳せるのかなと思うんですけれども、例えば、ビール2つくださいっていう時に2杯ビールっていうとビール2杯っていうふうになります。ですとか、友達と来ていて同じ料理を2つ頼む時に2杯ビーナーシュニッツェルビテというとビーナーシュニッツェルを2人前くださいっていうふうになります。これも覚えておくととても便利です。また、ドイツではスーパーにこうお肉屋さんとかハム屋さんが入っていて、こう対面で買うことができるんですけれども、ハムやサラミを買いたいときには、例えば1枚くださいとか、あんまり1枚で買うのはないと思うんですけど、10枚くださいとか、15枚くださいっていうふうに枚数で買うことができます。その時に使えるのが、シャイベという表現です。シャイベは、スライスみたいな、こう、一枚の薄いものを、表す言葉なんですけれども、例えば、サラミを10枚くださいと言いたいときには、10 Scheiben Salami と言います。
さらには、ドイツ語だと S が、サシスセゾではなくザジスセゾになるのでザラーミになります。全シャイベンザラーミビテというとサラミを10枚くださいというふうになります。そして最後にネイティブが実際によく使っている表現を紹介します。ネイティブはよく、Ich hätte gern という表現をよく使っています。カフェやレストランで注意深く聞いていると本当によく使っています。これは日本語で言うと、何々をいただけますかといったようなこうちょっと丁寧な言い方になります。なので、カフェで、コーヒーとケーキを注文したいときは Ich hätte gerne eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen というとパーフェクトです。Ich hätte gerne eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen です。そして最後にスーパーや、ドラッグストアでお買い物をしたときにレシートをいるかどうかを聞かれる場合があります。レシートはドイツ語でカスンセッテル、カスンセッテル、もしくはカスンボン、カスンボンと言います。なので、お会計が終わって、で、まあ最後帰ろうとしたときに、店員さんに、Möchten Sie den Kassen zettel? Möchten Sie den Kassen zettel? と聞かれると、それはこうレシートいるかというふうな意味になります。もしくは、もう文章とかじゃなくて、Kassen Bon? っていうふうにこう唐突にこう聞かれる、こうちょっと語尾が上がって聞かれるときがあるんですけど、それもレシートいるかという意味なので、欲しいときは、やあ、ビテというか、いらないときは、ないんだんけと言って断りましょう。そしてお買い物の最後には、ちゃんとありがとうございました。あんまり、なんかドイツ人って、お金を払った人が、ありがとうっていう文化がないような感じもするんですけど、言いたい人は、最後、ダンケシュンとか、フィーレンダンクとか、もう簡単に、ダンケ。と言って、その場を立ち去る、その場、お買い物終了です。以上が、お買い物で使える簡単なドイツ語習でした。もし面白かったら、いいねをお願いします。